じゃん。どうも、カメラシカザチャンネル、カメチャンネルです。寒いですね、すごく。今からですね、飛行機に乗ってなんと宮崎に行ってまいります。2月1日プロ野球のキャンプインということで、Goingさんのですね、キャンプ取材がありまして、ちょっと前乗りをスケジュール取れたので、せっかくならば宮崎で YouTube ちょっとロケしようじゃないかと。ご飯食べたり、パワースポット行ったりということで、今日はですね、先ほど仕事が終わって早速夜の便で宮崎に向かいます。着いてちょっとご飯食べたいなと思っております。しかし寒い。大丈夫です、穴開いてませんよ。はい、ということで行ってきましょう。さあ、飛行機に乗り込みました。ここから約2時間ぐらい。推しの子が届いたんで、推しの子見ようかなと思ったんですけど、ちょっと寝ない時に乗りたいなって持っていくか迷ったんだけど、今回はちょっとこう大本線でやろうかなと。お腹空きましたね。水食べたいです。ということで、間もなく離陸しますね。全然読んでない。ちょっと気流が悪い。めっちゃ揺れる。ちょっと、じゃん。ということで到着しました。宮崎です。このね、青島神社とかはね、ジャイアンツがキャンプ初日の前にね、行ったりとか、いろいろあるよね。あったかいわ、東京よりね、全然暖かい。むしろこれ多分なくていける。こちらの空港の名前、ブーゲンビリア空港宮崎。僕も家でブーゲンビリア育ててるんですけど、見てください。あ、これブーゲンビリア、これはそうだ、ね、そういっぱい咲いてんのよ。だけどね、俺のうちのブーゲンビリア、僕の家ブーゲンビリア結構経つんだよね。これ10年経たないけど、6、7年経つんだけど、いまだに年に本当に1つ2つぐらいしか花咲いてくれません。なんでなんだろう。ちょっとブーゲンビリアのいい気をもらって家に帰って水やりすれば咲くわね。そうなんですよ。ということで、これからですね、ちょっとお食事に。で、亀梨くん、お買い物しました、空港で。なんとスキンケアを京都に全て忘れてきたという。チーン。お風呂用のカバンを作ってそっちに入れっぱなしだったんですけど、今僕のスキンケアはお風呂バッグの中に入ってるということで、急遽買いました。ということで、まずお食事に出かけます。行ってきます。さあ、到着しました。万歳亭さん、万歳亭さんです。おでんもあるよ。うわ、最高。いっぱいあるね。悩むな。でも焼き鳥最高だな。軟骨の唐揚げってあると食べたくなるんですよね。ささみのわさび和え、うん、だいたいね、焼き鳥屋さんこうなってくる。でもさ、やっぱさ、東京関東圏じゃないからおでん好きなんですけど、ちくわぶがない。いっぱい飲んじゃうか。
すいません、はい、シャンディガフロ、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、まだ間に合いますね。グラス生で、はい、すいません。やっぱちょっと生めっちゃ久しぶりだね。おお、ちょっとテンション上がる。あとささみのわさび和え、はい、あ、はい、それじゃあ、もう明後日はキャンプ取材なんでちょっと前日は飲めないんで、バイバイ。生ビール久しぶりだな。めちゃくちゃ美味しい。あと自撮りはやっぱ行かないとですよね。そうだよね、せっかく来てんだからさ。自撮っ子の桃焼きを、はい、お願いします。ちょっとお腹まだ空いてたな。焼き鳥、京都帰ってきて、で朝から撮影して日曜日までで、Going出て次の日も朝から働いて、今日火曜日なんですけど、今日も打ち合わせ3本やってから宮崎なんで、いやー、染みますね。まずは宮崎観光。普段はやっぱそういう時間ないんで、この YouTube 始めていいですね。こういう時間も確保できるというか。さっきさ、この移動中に福からメールが来て、きっと YouTube 見てくれたんですよ、あんちゃんが。3人で会おうよみたいな話で、福とあんちゃんが盛り上がってるんで話してたんですよ。で、僕あんちゃん連絡先知らなかったんですけど、みんなで連絡取り合って今年集まれたらいいねって、すごい YouTube が繋げてくれたからまた会えるかもしれない。って考えると今年夏オリンピックあるじゃん、パリなんですよ。あんちゃんパリじゃん。僕もまあ確定じゃないけど、ゴイムできる可能性がある、服ジップでいける可能性がある。そのスケジュールは頑張んねえか。ちょっとパリで合流なんかできたら最高だよね。妖怪人間たちが十何年ぶりに再会 in パリ。希望感。噂的なね、焼き鳥とか鳥料理屋さん行くと絶対頼む。お家でもすごい作るし。いただきます。美味しい、最高。自分で言うと宮崎は去年ぶりですかね。去年のキャンプ取材で言うと、もう WBC があったので、 WBC メンバー取材を結構させてもらってましたね。なんかボールのこととか、そういう取材が、まあすごい黄身が、卵の黄身が、うん、うん、結構時間ないので、朝もやっぱキャンプ取材って早いんですよ。ほんと寒くてコートを、いや、うわー、ありがとうございます。来ました、ありがとうございます。自撮っ子、自撮っ子は宮崎県および鹿児島県の旧これヘッド名前の上では、この鳥を飼育していた農家の人たちが極めて欲しいことから呼んでいたと。旧島津領地で古くから飼育されていた。僕ね、あのレア、パンレアみたいな売ってるんですよ、家でフライパンで火入れて食べる自撮り、それ頼んだりとかしますよ。柚子胡椒とね、あったかいうちにいただきます。おいしい、これ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 、これすごいです。ちょっと鏡ながら、
柔らかい桃。地方とかにロケとか行くと地のものをちゃんといただくようにしたいなって昔からあって、やっぱ旅行の醍醐味食事ね。そう考えると今って本当便利だよね。東京にいながらいろんなお取り寄せできるじゃん。で俺も結構するんだけど、地どこは美味しい。たまにこう聞くのは炭の香りが苦手みたいな。なぜ？ぜひ地元の宮崎焼きたてのこれ食べていただきたい。すごい中瀬さん、あっちがなかった。店員さんと目が合いました。ウーロン茶も合うな。ちょっと串焼き系食べたいよね。すいません、はい、おすすめとかがあったり。おすすめはい、つくねがおすすめです。つくねを使った大葉で巻いたシソマとか、あとレバーも結構お客さんから見たいです。あ、じゃあレバーとシソを巻いたつくね、はい、何個ついてる？つくねはこっちが大丈夫です。両方行った方がいいってことですよね。あ、じゃあ両方行きます。すいません、軟骨おすすめされてないですけど、好きなもんね。すいません。軟骨好きなのよ。だから結構仕事終わりスーパーとか行ったりとかして、軟骨ってそんなしょっちゅうなかったりするんですけど、肉の花の葉とか行くと確実にあるんだけど、鶏軟骨は野源とか膝軟骨っていうのがいろんな種類あるじゃないですか。コリコリ結構こう買いますね。ストックするというか冷凍とかでは安いし、すんごい。うん、こういうね、あっという間にペロリ。ほんとゴーイングも15年近くなるんですよ。そもそも、まあコロナの期間中は来れてないですけど、それぐらい宮崎もね、ずっと来させてもらってますから。スケジュールある時は宮崎から沖縄キャンプ、下からずっと各球団回らせてもらったりしてた時期もありましたね。沖縄全然行ってないな。美味しい。鳥って本当罪悪感なくお腹いっぱいに食べれるから。お、すごいかわいい。本当に見える。見える。幸せだな。結構家とかで吉田類さんの酒場放浪記めっちゃ見ちゃう。吉田類さんの酒場放浪記をつまみに一時飲んでた時期あったな。すごい好きで、何の警戒心も持たずに、もともとは結構お店とかバーンって入って、地元の人とかお店の常連さんとすごい仲良くなって飲んだりとかするのがもともと好きなんですよね。そう考えると自分が二十歳になりたての頃と世の中の状況も変わったので、 SNS とかもそうだしね、なかなかね昔みたいにオープンマインドみたいな感じでなくなってましたけど、でも僕男4人兄弟とかで家族って外食を本当に月にお父さんの給料日にスタミナ太郎、あの1900円とかで食べ放題みたいな、そこに毎月だ
亀梨家の外食ってもう唯一そこぐらいみたいな。で、ある時から両親が共働きになって、お家にいない時はテーブルの上に500円とかで、近くのそれこそが中華料理屋さんとかラーメン屋さんに、あの憧れてた。やっぱ外食、一人で外食って、小学校かな中学校かな、一人で外食とかもしてましたね。なんかすごい大人になった気分で。だからほら、貯金箱の話の時もしましたけど、長財布とかさ、ちょっとやっぱ大人に憧れてたんだろうね。なんか金の時計とかめちゃくちゃ欲しかったもんいやあれなんだっけな、自分が小学生ぐらいの時にテレビで同世代の男の子がスーツ着てすごいゴージャスな時計とかしているタレントさんがいたのよ。わかるかな、全然名前が出てこないんだけど、でその金の時計とかちょっと憧れてたもん。来ました、わー美味しそう。レバーとしそ巻きです。特製のスパイス、うわ、どれから行った方がいいですかね。大将これは並びました。レバーからですね、消えたらちょっと美味しくなって。レバーから行きます。はい、山椒七味、山椒好きなんですよ。山椒好き、一味だね、七味じゃなくて一味だ。串レバーいただきます。じゃあまずそのままレバー好きですね。うわぁ柔らかい、美味しい。さすがです。焼き鳥ってやっぱ焼く技術がさ詰まってるよね。焼き鳥好きだな。今日はぐっすり眠れるわ。美味しい、全く臭みもないし、口当たりもすごい滑らかで、全然パサパサもしなくて、すごい美味しいです。東京だと実はそこまで外食しないんですよね。やっぱ終わる時間も遅いし、いつもでほら自炊するでしょ。で自炊の方も圧倒的多いと思う。365日多分280日、まあでも仕事あるから250日ぐらい自炊なのかな。うん、大葉くね、くね、おいしい、すごいおいしいです。柔らかくて、山芋かなんか入ってます。入ってます、入ってますよね。やっぱりこれはなんかふわっとしたこの柔らかさを演出してくれてます。おいしい、うん、これ卵とさ、ドン、きれいな、絶対おいしいやつ。寄って編集大変か。ドン、ありがとうございます。いやー、焼き鳥の時皆さん締めってどうします？悩むんだよね。まあお店にもよるけど、雑炊、鶏飯、鶏茶漬け、梅茶漬け、おにぎり、しば漬け入り、白おにぎり、ご飯、鶏スープ。すいません、おすすめって何ですか？おすすめです。宮崎のものじゃないですけど、南アンコンってすごい細い麺なんですよ。うどんなんだ。最後に
食べやすいんですよ。スルッと入ってます。うどんが鶏飯とか鶏雑炊ではなく、はい、うちはそれが一番多分人気があるお客さん。あったかいのがいいですかね。腰がある感じです。そうですね、めちゃ冷たいのが、冷たいのが本当は美味しいんですけど、今の時期はやっぱり寒いから、やっぱりでも結構お店あったかくしてくれてるんで、結構ホテってるんで、冷たいのがいいと思います。冷たいおうどんいただいていいですか。締めはおうどんに、僕は今宵はおうどんで締めさせていただきたい。いやしかしどれも本当美味しいですよ。カメラ師とデートナー使っていいよ。美味しいね。これは何個です。何個ってなんでこんな美味しいんだろう。結構量食べたよ。大満足。宮崎といえばやっぱゴルフですよね。宮崎ゴルフ合宿行きたいな。もうじきいいですよね。どう思いますか皆さん。もうじき完全に趣味ゴルフをどういうのがいいんだろう。ちょっとコメント皆さんください。アイディア、ゴルフの YouTube 企画、年末年始松山英樹選手と連絡取り合ってて、出てくんないかな。インスタをお互いフォローちょっとさせてもらって、日本帰ってきた時たまにお会いあったりとかするんですけど、大物ゲスト夢は広がるばかりです。まあでもそう考えると本当に、まあ、今回もね、あの宮崎アスリート大球取材でもさせてもらってますけど、普通にちょっと自慢みたいになっちゃってあれだけど、大谷選手から連絡来るって、この iPhone すげえよな。すごい人たちからめちゃくちゃ連絡来ますもんね。すごいありがたいよね本当に。みんな素敵なご縁をいただいて、ちょっと気持ちいいですね。気持ちよくなってきましたよ宮崎。いや本当、今度 YouTube で言うと二郎系がすごいいろんな人に言われます。仕事現場とか行ってもアメチャンネルチームに、これ本当食べてるだけで大丈夫なの、すごい心配してたんです。すぐ100万再生ありがとうございます。でなんかお店の方にも本当たくさん、なんかあの YouTube を見てお客さんが、まあ、さらに来てくれるようになったなんて言ってもらえて本当に良かったです。ウィンウィンな関係で。そう考えると本当、そう、僕インサイドミーっていうものをやってるんですけど、なんか地方企業の会社の方たちとかもなんかいろいろできたらいいなとか思っていて、ハッピーな輪がどん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 広がっていってくれたらいいなって。さっきのあんちゃんもそうだけど、やっぱ YouTube 始めてなんかまた新しいなんかつながり、改めてとか新しくとか、会話のコミュニケーション通じもすごいなってる。ドラマとか映画やってる時ももちろんそうなんですけど、結構やっぱ最近ね、 YouTube 見てますってこう声かけてもらえることがすごい増えましたね。今時な男にやっとなったSNS とかこういうものから一番遠かった人間なんで、結構企画ものとかもやりたいんだけどね、なかなか。でゲストとかも本当にまず会社内の方たちにこう紹介してもらいながらこうつながっていく、来てくれるかなシリーズも、ついに先輩が登場するという近日楽しみ。まだロケしてないんですけど、で言うとちょっと俳優ラインとかで会社以外の人たちの呪術つなぎ応援リレー、ちょっと面白そうだよね。せっかくこういう YouTube のチャンネル持たせてもらっているので、
あれば、このチャンネルを通じていろんな人と出会わせてもらって、お話とかご縁をいただく、まあでも本当に見てくださる皆さんがいるから、僕自身そのご縁をね広がって広げていけてるわけだ、本当に感謝しております。ありがとうございます。キャベツ持ちながら失礼します。来たー、うわ綺麗、じゃーん、ありがとうございます。うわ、僕でも稲に合うとめちゃくちゃ好き。いただきます。無理です。お疲れ様です。コシがあって、大葉とちょっとネギ入れよう。生姜もいきたいね。え、すごい美味しい。やっぱり。宮崎着いたら絶対地獄を食べよう、地獄を食べようと思ってたので、ご飯調整してたんですよ、朝から。最高です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。本当美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで帰ってきました、ただいまです。めちゃくちゃ美味しかったし、空港でゲットしました。あとはなんかシエタのオイルをスイートチューン、寝る前に胸にこうつける。これは顔にもつけれるのっていい香りだったな。オイルやクリームに混ぜて乳液とちょっと混ぜてみましょうかね。ということで早速ちょっとお風呂に入っていきます。じゃあお風呂上がりました。ふぅ、いやしかし自撮りをしちゃったな。なんか自撮っ子、自撮りと言われるその定義っていうのが、やっぱなんかその飼育の方法であったりとか、そういうのでやっぱ、まあ、審査っていうんですか、その厳しくなって、ちゃんとすごい美味しかったな。その間にボディクリーム、乾燥がね、なんかほんと最近ヤドカリくんみたいな感じで、宮崎帰ったらまたすぐ京都ですから。なんか今マッサージをちょっとメガホテルのしたいなと思ったんですけど、時間が12時まででダメでした。残念、全然メンテナンスができてないんですよ。背中がすごい痛くて、移動が多いし、ちょっとね髪の毛もちょっともみ上げとかもさ切りたいんだよな。聞いたいんですけど、将軍用にこれ残しとかないといけないんですよ。ちょっとだから普段の髪型がなんかちょっと決まりきらない、バランスが。もっとこの辺とかカットしてるんだけど、乾燥かな、最近すごいニキビできてるな。じゃあここを切った方が貼りやすいってことに気づいて、オイルつけてみよう、使ってみよう、なんか混ぜていいみたいな。そう、この間マキアさんが韓国の Vlog、 ちょっと塗り方が順番とか塗り方ちょっと擦りすぎですって編集チームにちょっとご指摘をされて、じゃあ今度マキアで教えてよなんつって、企画でなんかできたらいいねなんて話してた。そういうことが
まあ東京帰ったらとにかく。全然もうまだまだ。おお。パックすると肌のトーンがちょっと上がるんだよ。ちょっと全世界に肌事情が。この感想ちょっと恥ずかしいからちゃんとこの時期さ、なんかすごいアイドルらしくなってきて、食器洗いとかやっぱすごい荒れるね。乳液かクリームかどっち先ですか。乳液先でいくか。クリームちょっと急遽保湿クリームがなかったから、これゲット。客室乗務員をやられている友達がいて、男性なんですけど、もう俺の全然上だから50何歳ぐらいかな。すごいニベアの青缶を昔から勧められてて、車に積んどくんですよね。髪とかにも結構ね、海外とか行った時とか使っちゃう。で、このオイルやってみよう。チャレンジャー、すごい香り。ゴールデンドロップス5滴ぐらいって書いてある。こっちが5滴だっけ。こっちに書いてあった。よいしょ。単語的オイルやクリームに混ぜて、これ全体になるんですね。ここ捨てちゃう。捨てちゃう。おお。おおおお。いい香り。グワーってこう、ビンズル油っていうのをつけて、お湯で出てれば、癖がすぐついちゃうんだよね。すごいついちゃう。さん、さあ寝ますか。寝ますよ。寝ましょうね。宮崎初日、まあ移動してご飯だけでしたけど充実してました。今日はしっかり寝て明日朝寝たいなと思います。はい、それでは、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。グッドボタン。